ザ・レーショナル・インディビデュエイター、親と子供っていう章があるんですね。NT がの、親の NT の説明なんですけど、それのタイトルがザ・レーショナル・インディビデュエイターとあって、はい、インディビデュエイターっていうのを Google で聞くと、はい、インディビデュエーションみたいなのに変換され、はい、その意味としては、本来そうなるであろうという究極の自分になっていくこと、はい、個性化、まあユングが言う個性化、はい、本来そうなるであろう究極の自分になっていくことである個性化っていうのが出てました。はい、ザ・レーショナル・インディビデュエイター、理性的な親、これ NT の親ですね。子供の個性がどんどん伸びるように促し、理不尽なルールは押し付けませんと。この NT の親にとって最も重要なのは、家族の子供たち一人一人が自分の能力のレパートリーを徐々に増やし、自分の人生をより自律的に歩んでいくことであると。こうして子供は自分の中にある成長すべきものを何でも自分の方向へ成長させるために、自分自身にだけ責任を持つ個人であり、個人として扱われるのであると。 NT の親はたとえ子供が少しばかり挫折しそうになっても、それに口を出したり子供の行動を整えようとしないと。理性的な親、 NT の親は子供が自分の可能性に到達できるように、どんなものでもあれ援助する用意があるが、口うるさく言うことも個人の成長という課題を先送りした結果から子供を守ることもしないと、はい、言いたくならないんですかね。あ、それやると。まあ言いたくならないのはわかりますよね。でもなんかそのこの人ってじゃあ、はい、能力レパートリーを増やすといいよって思ってるわけじゃないですか。はい、親が親、はい、だったら、はい、それやれようもないんですかね。やるといいよって、自己責任ですよって言ってるんじゃないですか。それに対する責任も自分で負えって話ですよね。サボったから能力やスキルを身につける機会を失ったのであれば、その責任も自分で取れって。だから別に言わないという親のもとに、はい、まあ、いろんな子供が生まれますと、はい、将来生まれながらのプラグマティストである、この NT 理性的な親はアドラーが言うところの論理的帰結の原則を子供との接し方として極めて本能的に思いつき、カーシーが言うところの虐待、負け、しつけと呼んでいるしつけ方を年を追うごとに実践していると。まあ、そのまま読みます。家族と一緒に食事をすること。大人の家族と話をすること。決められた部屋にいること、おもちゃで遊ぶこと。家族のペットで遊ぶことなどなど、若い親であっても、この合理的な人の多くは、子供がこれらの特権を乱用した場合、叱ったり、戒めたり、叩いたり、あるいは理屈をこねたりする代わりに、子供の行動についてコメントしないように注意しながら、一定期間乱用された特権を直ちに無条件で取り除くだけで良いことを理解している。これは現実的なことはあるが、合理主義者にとってさえ、容易なことではないと。そのまま読みます。はい、一方これは多分今度はこの NT を2つに分けます。はい、コーディネーター ENTJ、INTJ 側のこの合理主義者 INTJ、ENTJ は子供の成熟を見守ることに関しては何一つ偶然を見逃しませんと。育児書を読み、育児雑誌を購読し、育児テクニックを研究検討し、すべての重要な不測の事態を織り込んだ上で、事前としっかり計画を立てている。結局のところ、こうした NT の多くは、組織を運営する能力があるのだから、家庭運営は困難もなく、取るべき道を迷うこともないと。うん、でもこれに対して、別に、やれとは言わないですよね、多分。うまくコントロールしてるみたいなんです。目標を立てて、この人にはこういうのが向いてる。この人というか、まあ自分の子供。はこういうのが向いてる。なるほど。まあ、社員を育てるみたいな、はい、感じで接するみたいな。パーフェクトじゃんって思うんですけどね。はい。一方、今度は技術者側、エンジニア側、はい、ENTP、INTP さんは、子供とどう接すればいいのか確信が持てないことにより、子供に戸惑うことが多い。この、
他の理性派、先ほどの ENTJ、はい、INTJ さんですね、とは異なり、子育てについては決まった計画はほとんどなく、ただ子供たち一人一人についてどうなるのだろうと考え、子供たちを観察したり、質問したりすることでそれを知ろうとすると。このタイプの NT はピグマリオンプロジェクトに最も無頓着で、子供に期待するのは子供が自分自身に期待することだけであると。子供に対して合理的であり、成長を助けるために最善を尽くせば、長い目で見ればうまくいくと考えていると。ちょっと、ごめんなさいね。はい。一番初めの NT 何も言わないって言ったじゃないですか。はいはいはい、自己責任だよって。はい。このエンジニア側は NT だねって思うんですよ。はいはい。何も言わないし。よりそんな感じですよね。さっきのコーディネーター側の合理主義者、はいはい、INTJ さんは、うん、J が入ってる方ですよね。はい。は、ちょっとコントロールしてませんと思うんですけど、ね。コントロールしてそうですよね。でもコントロールした上で、はい。あ、まあ、だからこういう風に向かうといいよみたいな道筋を提示してる。あとは任せたじゃないですか。ああ。はい。そこまでなんですね。はい。で、NTP。まあ、それすらもしない。それもない、みたいな。あなたたちどうしたいのだけ。なるほど。はい。というところで、じゃあ、ならごっくんです。はい。はい。じゃあ、なんかよく、前、ここ愛知県なんですけど、はい。私立で一番頭いいのが、東海高校っていう高校があって、はい、はい。一回、まあ、事件で、その東海高校の子が、はい。東大に行って、はい、はい。なんか、医学部に、うん。なんか、入りたい、入れない。はい。えいみたいな。はい。事故がありましたね。はい。僕、ああいう親って、はい。多分 NT なんだろうなって思ってたんですよ。はい。あ、わかんない。勝手に。SJ とかじゃないですか。なんか、よく子供が、はい。そういうできた親に対してプレッシャーを感じて、はい。そういう事件が起きてるっていうふうに僕は見てるんですけど。はい。NT だと自己責任でやりなさいよってだけじゃないですか。っていう雰囲気なんですかね。はい。なるほど。で、SJ とかの方が、こうなった方が絶対、まあ、あなたは絶対東大に行くべきだ、みたいな。俺の後を告げ。はい。俺は東大医学部だ。はい。お前も行け。行け。みたいな。うちの病院を告げ、みたいな。プレッシャーを与えそうじゃないですか。じゃあ、それは来週ですかね。はい。SJ の親。はい。自立を促して育てているつもりのみちさんは、ご自身で INTP とおっしゃってますね。はい。N は成長が好きですね、と。自己責任だと。NT の親、リバタニアリズムっぽいかなと。自由主義みたいな感じでしたっけ、リバタリアンって。登場人物が精神的成長する映画で泣きますと。人の精子では泣きませんと。精神的成長が大好きなんでしょうね。今びっくりしているのが、はい、ND タイプ映画で泣くんやと思って。はい。リン様泣くわけないと思ってたんですけど。まあ、そんなこともないんじゃないですか。何に感動するかが違うみたいな。僕昨日響き、はい、ユーフォニアム見てて、はい、第3部、今、はい、アニメ版やってるんですけど、はい、主人公の部長がどんどん成長していくのを、はい、見てね、はい、昨日もボロボロ家で、はい、ライブ終わった後泣きながら泣いてたんですけど、はい、今、握手をしました、リン様と。はい、まあ、リン様が響きユーフォニアムで泣くかは知りませんが、はい、ポールさんが子供の頃、コンセントにフォークを刺して突っ込んだ時に、NT の父は黙ってそれを見、そうなんや、はい、止めなかったと。止める、あ、片方だけだから、片方だけに刺してたんだから、安全だって知ってるんですかね。わかんないですけどね。僕、両方刺します。両方サイズ繋いだら、バチーンって火花が、はい、10円玉溶けましたからね。僕は刺した時点で止めますけどね。はい、やめって。まあ、いない時ですよ。ああ。でも NT の親は見てて止めなかったんですって。はい、素敵だなと思って。突っ込んだ時だから、もう手遅れな可能性はありますよね。でも多分怒らなかったの。怒らなかった。怒りますね。やめなさいはちょっと語気を強めそうです、はい、NP はとにかく育児も子供の自立性を尊重するイメージだと。放任と見られることがあるかもと。そこに愛があるのかいって。愛ですよ。なるほど、はい、でも今放任と取られるかもしれない、愛があるのかい、はい、愛ですよって言ったじゃないですか、はい、昨日電車乗っててね、はい、僕が前にいて、はい、後ろでなんかスイミングのバッグ持った女の子の子供と、はいはい、お父さんらしき人が子供がずっと話しかけてるんですね、はい、で大人の人はうんうん聞くだけ、はい、で電車乗りました、はい、
すると、お父さんは空いてるからみたいな理由で、はい、スッと左に行くんですよ、はい。で、なんて言うんでしょう。自分しか入れないようなところにスッて入るんですね。はい、そうすると子供はこっち側で一人でいるんですよ。はい、と思って僕、喋らないって。はい、そこは話さないのかいって、一緒にいないのかいって思うんですよ。はい、で、今度は子供が僕の目の前の席が空いたので、はい、僕がちょっと子供に開けて、どうぞってやったら、はい、ありがとうございますみたいな感じで、はい、座ったんですね、はい。僕が話しかけようかと思いましたもんね。はい、なんかいいことあったのって。はい。でもそっか。だからそこを自主性に任せるみたいな話ですよね。近くにいたかったら近くに来なさいな感じ。はい、話したいことがあるなら話しなさい。で、まあ、こっちも話したいことがあるなら話す。なるほど、はい、これは僕のピグマリオンなんですかね、はい、そっか NT の人は別に話すっていうコミュニケーションで、はいはい、これがなんか僕は話すって大事だよって愛情だよって思ってるんですけど、はい、放任が愛だと思ってる、はい、放任が、まあ、その放任と話しかける話しかけないの放任とやりたいことを自由にやらせる放任はまた違うとは思うんですけど、会話をするみたいなのは会話をしたいときにするみたいな感じじゃないですか。子供喋ってましたよ、まあ、それに対して返事はする、返事だけでしたよ、まあ、何か言うこともなかったんじゃないですか。そうなのとか。あ、そういう反応はしないですよ。なるほど、はい、自分で判断ですよ笑って。なるほどね、はい、座るか立つかの、座るならどの席に座りたいかを自分で選べって思いますと、迷惑かけたり危険がないように見てはいますよと、はい、まあ、それぐらいは見てるって感じですよね。大きな声出して、いくら自由だからって大きな声出してたら静かにしなさいみたいな。なるほど、はい、電車のエピソード、必要のない話はしない人柄だと、はい、なるほど、わかります。車息子と二人で乗ってたら、はい、ずっと無言ですよ。30分とか、え、ずっと無言ですよ。なるほど、はい、何かネタがあるときは話しますよ。ゲラゲラも笑うときもある。まあ、その話すことがあればですよね。別に話すことないのに、はい、無理に話しかけようみたいなのはしない。なるほど。どうしてもなんかね、僕のじゃあこれは、はい、NF か何かの脅迫観念なのかもしれないですね。はい、